パガンダランビーチとパガンダラン国立公園日の入りパガンダランビーチはインドネシア西ジャワ州チアミス県にあるインド洋に面したビーチリゾートである。ビーチは細長いパガンダラン半島の両側にあり、先端にはパガンダラン国立公園がある。メインストリートのジャランキガンパナンジュンにはホテルや飲食店が多数立ち並ぶ。東海岸に漁港があるため新鮮な魚介類が食べられる。 西海岸では日の入り、東海岸では日の出が干渉できる。インド洋に面していて波が高いので遊泳には適さない。キャンプ場があり、レンタル自転車も借りることができる。パガンダ・ラン国立公園には野生の牛板店、鹿、猿などが生息する。ラフレシアが自生する。保護地区内の探索はガイド付けツアーが必要。2006年7月17日。 ジャワ島南西沖地震が発生し、津波で200人以上の死者を出した。ビーチ近辺の観光施設も破壊されたが、現在では、ホテルやレストランも通常通り営業している。パガンダランの周辺首都ジャカルタから南へ 393km、バンドンから南へ 236km、ジョグジャカルタから西へ 385km に位置する。各都市から、 高速バスが運行。旅行代理店が運行するミニバンを利用すると便利。鉄道利用の場合は、ジャカルタとジョグジャカルタの中間にあるバンジャール市で下車。バンジャールのバースターミナルからミニバスを乗り継ぐ 50km。ありがとうございます。